せーの、コンチャス。どうも、なこみです。かくんです。なこなこです。しら、はい、ということで今日はスペシャルゲストの方に来ていただいてます。お願いします。お願いします。すごい、動画で見たやつ。いやいやいや、なこみけしです。いやすごい。ポンポンなんて、はいはい、はないですか。うる覚えでさ、なんちゃんと覚えてからくれよ。俺好きなんすよ。キレてんねんって、 YouTube。俺、中尾さんの挨拶好きなんですよ。やらないよ、あれ。やらないですよ。めちゃめちゃ恥ずかしい、なんか前。いや、やらずかしい。はい、はーい、言ってバカにしてるよ。おい、おい。コラボといえば、うん、やっぱ YouTuber の挨拶が絶対やるんですよ、みんな。それで入るんですよ。本当か？本当。はい。あ、マジか、ごめんごめん。あ、もう一回、テイク2。あ、もう一回、テイク2。あ、ごめん。それは本当に俺も分かんなかった。俺も、それもびっくりだ。はい、ということで、はい、今日は、スペシャルゲストの方に来ていただいてます。お願いします。お願いします。コンコンコンキツネさーん。はいはーい。おー、こんな顔を教授に来ていただきました。これ本当です。本当よ。っしゃはい、ということで、はい、タイトルがあのお兄ちゃんってなってる、はいはい、なんでお兄ちゃんかというと、はい、まあ、今回中尾さんのチャンネルでドラマに参加させていただきました、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう。いや、めちゃくちゃ楽しかったですよ。あのカメラもすごいので、もうテレビドラマとかと一緒だったんですよね、大体。そう、そうだね。映画とかドラマ本当にスタッフさんも大勢集まってくれたし、いやだからなかなかすごいクオリティのもので作れたから、まあ、ドラマの内容が、まあ、ここが、まあ、カップルで結婚をしたい時に中尾さんが私のお兄ちゃん役で出ていただいて、うん、私のお兄ちゃん役で挨拶にしに行くっていう。自分のチャンネルだと結構ポンコツじゃない。俺の時のドラマ完璧だったよ。俺すげえなと思って。ちょっと頭悪い。え、だからすっごい弱いんですよね。ちょっとネジ外れちゃったりするんですよ。ちょっとコウ君説明お願いします。え、何からやったっけ。あれ、こっちもポンコツ。中尾さん、キツネさん。いやだからさ、俺はそもそもね、僕俳優で YouTube やらせていただいて、はい、どうしてもドラマを作りたいっていう話になったわけ、はい、だけど YouTube じゃん。じゃあどうやってやろうかなと思った時に、やっぱ YouTuber の方に出ていただくのがいいんじゃないか、うん、YouTuber と俳優でドラマを作ったら面白くなるんじゃないかっていうことで、はいはい、今回2人に出ていただいて、僕が彼女のお兄ちゃん。あ、なるほど。結婚の挨拶に来て、はい、こっからが大変な物語にスタート。なるほど。でもそれを伝えなかった。僕らで見たくなりますもん。本当にそういう、もうすごいドラマを撮ったんですよ。いや結構でも、はい、本当皆さんが思ってる以上に、あの本格的なドラマとして今回作ったので、これはね、うん、本当ぜひ、まあ、見てほしいなと思います、ね、そうです。でも概要欄に貼ってるので、それもそちらもぜひチェックしてください。ぜひ見てください。それで、まあ、お兄ちゃんとして今回登場していただいてるんですけど、うん、お兄ちゃんに、うん、コウ君の印象を聞きたいなと思って。これ本当にでも、めちゃくちゃいい子だなと思った。本当ですか。だし、本当に2人とも正直動画で見てた時はもしかしてちょっとチャラチャラしてんのかなと思う瞬間もあったけど、はいはいはい、全然そんなことない。仕事に向き合う姿勢が素晴らしいと思って。本当ですか。だってドラマの現場でさ、もうめんどくさいじゃん、ドラマなんて。正直全然その、あー、これもう一回やんなきゃいけない、こここうしてほしい、これはなんかこのネクタイの付け方こうしてほしいとか、はいはいはい、ジャケット脱ぐときはこうでとか、いろいろ言われちゃうじゃん、はい、それも全部はいはいはいって分かりましたって聞くって、なかなかできることじゃない。本当ですか。だから本当にそれはね、純粋にすごいなと思って。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。本当に。じゃあコウ君が、うん、実際本当にドラマと同じシチュエーションがあって、うん、コウ君が挨拶に来たらどうですか。順序 OK。おー、それぐらいちゃんとしてるし、偉いなと思って。で、こう YouTube の準備とかもそうだけど、二、うん、人が一生懸命打ち合わせして一本を作ってるから、やっぱ偉いんだなと思って。嬉しい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 な。本当にこんなことを言ってくださると思わなかったんで、挨拶ちょっといじっちゃってすみません。本当よ。コンコンいじってる場合じゃないよ。10個年上のコンコン。コンコンいじってる場合じゃなかったね。いや本当に、いやでも本当に二人はもう感心して、もうすごいな。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。本当に思ったよ。今回はですね、はい、この中尾教授さんと恋愛相談企画をしていきたいと思います。はい。で、たくさんちょっと募集いただいたので、もう早速答えていきたいと思います。はい、ということで早速やっていきたいと思います。はい、あ、ここでヨシイコがお願いします。ヨシイコが、はい、ということで、はい、今日の企画は恋愛相談コーナー。イエイ。よっしゃ。は
中尾さんと絶対この企画やりたかったんですよ。なんでですか。でもやっぱ中尾さんといえばやっぱ芸能界一のおしどり夫婦ということで。そう思ってくれてるの。いやもうそうじゃないですか。ついだってランキングも1位ですよね。トップ3には絶対入りますもんね。まあ入れていただく機会多いかな。うわすごい。いやもうその方にちょっと恋愛相談、はい、もう僕たちのリスナーはもう悩める子羊が多いんですよ、うん、そうなの。そうなんですよ。恋愛相談の質問募集したらめちゃくちゃ来るんですよ。めっちゃ来ました。だってみんな若いわけ。そうなんですよ、うん、いいよそんな恋愛で悩まなくて。いやなんかこれが悩んでるんですよ。なんでよ。質問をちょっと今回答えていただきたいな、はい、よし行こうよ。プロの方に。プロの恋愛マスター。恋愛マスターの方に。恋愛マスター。頑張るわ。ちょっといっぱい募集させていただいたんで、はい、今日はたくさん答えていきたいと思います、はい、じゃあまず、はい、ナンパって実際どうなんですか。おこれをちょっと選んだ理由が、はい、私たちの出会いってご存知ですか。あ知らないんだ。ごめん勉強も。知らないですか。でさほど興味もなかったんだお二人の出会いにそんなに興味ないです。マジっすか。出会いがナンパなんですよ。どっちがどう。僕が名古屋のユニバでナンパしたんですよ。ユニバーサルスタジオ。そうです。すごいね、はい、前に並んでて可愛いなと思って声かけたのが出会いの始まりなんですよ。その出会いがあるからちょっと今回この質問選ばさせていただいて。そうなんです。シャラー中尾さんはナンパじゃないですか。俺ナンパ無理じゃん。だってさ俺子供の頃からテレビ出てんだよ。声かけたらさ頭おかしい人だよ。あそうです。確かに。だからもうないよナンパしたことはない。そっか。もうその時点から有名だったし。俺の YouTube のディレクターやってるよしきってやつがいいんだけど、はい、そいつは代々木公園でずっとナンパしてた代々木公園犬を餌にナンパしてた。ワンちゃん可愛いと言いつつ女の人が可愛いですよね。もう大体ワンちゃんってないですね。すっごい。どうなの女の子目線だってさ。そんなそうですね。最初やっぱチャラいなとはなったんですけど、うん、でも結局そこで連絡先を交換してコウ君がすごい面白くてトークとかが。そのナンパの段階で。いやナンパの時はもう本当にチャラいなって感じで。どうやってでも声かけるんですか。いやナンパなんか僕たち3人でいたんですけど男じゃんけん負けたやつ声かけに行こうぜって言って僕が負けて声かけに行ったらちょっとうまくいったんですよ。あこのお化け屋敷だけ一緒にもう一回一緒に回ろうって言って回った後に写真撮ってツイッターを交換したんですよ。だから連絡先とかじゃないんだね。そうですね。俺の時代はさ携帯番号教えてる。あ、そうなんですよ。それちょっとハードル上がるじゃん。そうなんですよ。ツイッターやってる。あ、そうなんですよ。やってます。ハードル低い。じゃあフォローするからフォローしていい。そうなんですよ。だからハードルが低いですよ。うわそうか。それで LINE だとちょっと断られるかなと思う。プロなんですよ。全くプロじゃないですけどいい感じをすべて。それまでもナンパしたの。まあでもなんてやるそのやってんなディレクターの方と同じ感じのハーブに行ってます。ワンちゃん使ってないですけど。ツイッターツイッター。でもナゴミはほんまに俺こんな一目惚れしたことないってぐらい一目惚れした。あめちゃくちゃもうタイプだったんだ。そうなんですよ。ツイッターだったから教えたって感じです。 LINE だったらやっぱ怖いんで。そうでよかったです。 LINE だったら教えない。教えてなかったです。あじゃあそこでツイッターナンパが成功だ。ツイッターナンパ成功したんですよでなんだっけみんな聞きたいのナンパちょっとですか。ナンパありかなしかは聞きたいですよみんな。ナンパどうですか。ありじゃない。でもありだよ。ありなんですか。だって男と女だもん。出会いの仕方なんて何でもいいでしょ。出会い方はもう気にしない。気にしないよそんな。気にしなくていいよ。ツイッターナンパで行こうよみんな。あれみんな明日から流行らせようよツイッターナンパ。ツイッターインスタナンパで、うん、じゃあこれはありということで。はいありがとうございます。じゃあ次いきます、はい、うん、初デートはどこに行くといい。あ初デートどこ。俺はでも車とかだったから。あなるほど。あとは映画は行きがちじゃない。会話に困らない。そうですよね。まあ楽ですよね。見た後に感想でさ。そうです。だから共有できるから、うん、それがあんまりのねこう重たいのだとさ、うん、メールデートっていう感じよりはさ軽くていいんじゃない。確かにドライブデートからの映画はめっちゃいいかもしれない。あめっちゃいい。どこ行ったの。カラオケ。カラオケ。カラオケじゃない。下心出てんな。いやカラオケじゃない。いきなりこう下心出してんな。違う。え？これランチやろ。あランチか。えでも。びっくりした。全然ちゃう。ちょっとおしゃれなランチを初めて予約したんですよ。お昼ご飯。でもそうでもいいんだよね。そうですイタリアンを。じゃあランチとかだとさなんか喋んなきゃってなんだよ。だからこそ映画なんですよね。そうだ映画とかだったらなんかまあそれで見たいのがあればいいけどまあ。うんね、確かに確かにお互い見たいのがなんか話で出たらわじゃそれ見に行こうよぐらいがなんか一番スッといけそう、はいはい、で終わって、まあ、もしご飯軽く食べて帰るぐらいで。ああいいです。ご飯からのカラオケはないですか。
それはもう出てる。それはそう。あれは出てる。え、中尾さん出ないですか？俺は出ない。そこはグッとこらえる。そこはもうちょっと。ちょっと。ご飯でも。あ、なるほど。確かに。じゃあ映画おすすめですね。僕は映画、はい、そこはいいかなと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ続いて、カップルが長続きする一番の秘訣は何だと思いますか？これ聞きたい。カップルでしょ？俺夫婦だからね。でも似てるところもあると思うんですよね。まあ、大事だなって思う。カップルと夫婦でどうなんだろう。中尾さんも何年ですか？8年。8年、あ、それ聞きたいですね。8年続くその秘訣、うん、やめないことじゃない。もう近くどんな些細なこともちゃんと言ってく。それは僕たちも言います。みんなにためない聞かれた時に喧嘩もするし、多分皆さんが思ってる以上に多分うち喧嘩するから。あ、そうなんですね。もうでもその方が多分いいんじゃない、最終的には。確かに、まあ、たまるよりかは。そうですよね。結局食べて爆発よりはお互い思ってること言った方がいいっすもんね。喧嘩になるっていうのは相手のことを思ってたし、相手のことを、ね、考えてるから喧嘩になるから、か、まあ、意外と喧嘩は大事にするっていうのと。すぐ言ったりします。めっちゃします。じゃあ何で喧嘩するの？だってでも本当に小さいことです。例えば話を聞いてないとか、あとゴミ捨てなかったとか。ああ、でも近いもなる。喧嘩するの。でもだから、え、何年？あ、3年半ですね。3年半。3年半。え、その間はさ、ないの？今俺いろいろ聞いちゃってごめんね。ごめん。全然みんなより俺が聞いて。3年半のうち別れたことはないの？はないです。別れたことないですね。お互いはなんか、あ、ったこと、あ、はもうはありましたけど、もう喧嘩して、もう分かんないやつだ。まあ勢いで、そうです。別れたるみたいな。じゃあ別れたるわ。でも、まあ、本当は違うけど。そうです。でも結局一日でもそんな終わります。ちょっとした大喧嘩。そうですね。じゃあやっぱりだからそうやって吐き出してるから、ね、本当にはいかない、うん。不満をためないことはすごい大事。大事ですね。はい、はい、ありがとうございます。次、どう考えても。おっぱい派とお尻派の論争は終わらないと思います。来たね。来ました。これ男永遠の課題じゃないですか。これは課題だね。おっぱいお尻、うん、僕はおっぱい。僕はおっぱい。ゴー君聞いてないねん。誰もまだおっぱいなんだ。青いっすか。あれね、多分ね、30超えてくると徐々にお尻に変わってくる。そうなんです。確かに年上の人はお尻っていうイメージあります。なんかね、徐々に多分お尻に変わってくる。え、お尻なんですか？俺はそうだね、どっちかというとお尻かな。あ、なんかお尻ってなんか神々しいんだよね、俺の中で。なんかこう、あ、なるほど。なんかこう、お尻お尻いや、もうなんかこういう時に言うと聞きたかった。なんかおっぱいが、おっぱいがお尻やっぱラジオ体操だよ、それ。まあ男はみんなあんじゃない。あ、確かに。わかんない。こんな質問本当に来てるんだよな。来てるんすよ、これが。30超えたらお尻ですね。だいたいな、徐々に年齢とともに上の人の方がお尻派多いんじゃない。あ、なるほど。俺もどっちかで言ったらお尻かな。おっぱいも好きなんですよね。それはみんな好きだよ。みんな好き。究極の二択だ。あ、そうですよね。俺おっぱい嫌いなんて一言も言ってない。おっぱいはこうやって。おっぱい好きだけど、お尻これ女性から来た。いや、これ多分男性と思う。あ、男性か。しょ、ほんま質問してくんだよ。男もあったかな。中学生とか高校生とか。かわいいね。はい、じゃあ次、はい、次ちょっとこれ質問というか、もう中尾さんにリクエストなんですけど。リクエスト？リクエスト？ずっと片思いしている人がいます、うん、いまして、うん、その人に告白したいのですが、うん、告白の仕方を教えてください。男の子からですね。なのでちょっと見本を見せていただきたいなと。お、見本か。思いまして。告白の見本。本格派も俳優さんやから。そう、もう見たいやろ、こうくん。見たい。見ようか、とりあえず。あ、お願いします。じゃあ俺女の子役で。あ、女の子役。女の子役やりたいです。さすがドラマで覚えた演技力。すぐやるね。もう予習復習。すぐやるね。これでも本当に真面目にやっていいんだよ。はい、お願いします。あの、普通に真面目にやる。はい、お願いします。あ、こうちゃん。はい。急に呼び出してごめんね。あ、全然。あ、ちょっと大事な話したくてさ。俺、髪大丈夫？あ、全然大丈夫。俺、ごめん、ちょっとトイレ行ってくるわ。童貞じゃないですか。童貞じゃないですか。俺さ、告白なんてそもそもずっとしてないんだよ。学生の時ですよ。学生の時はあるよ。だけど、もうだからストレートに行った方がいいと思うよ。ただ俺はめちゃめちゃ恥ずかしいエピソードがあって、初めてのチュー。おー、キテレツ大百科みたいな。中学生ぐらい、はい、それこそもう好きな子で、はい、まあ付き合ってて、はい、1個上の先輩だったんだけど、チューはしたことなくて、はい、でも俺キスシーンがドラマで来ちゃったの。えで、やばいと思って、はい、当時その付き合ってた1個上の先輩にどうしてもキスしなきゃと思って、はい、でも
いけないじゃん、うん、だからもし俺がじゃんけんで勝ったらじゃんけんキスしてって、めっちゃ可愛いじゃないですか。のあるよ。それくらい俺だから言えない。 で結果どうだったんですか。で若干の後出しして勝ってしてもらうっていう、めっちゃ甘酸っぱいじゃないですか。そういう子だったから。うわ、でも、でもね、俺あんまり丸くどくない方がいいと思うよ。誠意を込めて好きだって、ドラマじゃないけど一生大切にするっていう、まあ風にストレートに言う。何歳か分かんないけどね。確かに確かに。一生って言われたら、うわ、思って思われるかもしれないけど、でもそれぐらいのストレートの気持ちで見せた方がいいと思う。おー、すごい。いや、もういい話聞けたな。じゃあもっと重めのやつ、こうくん。浮気の境界線。おー、あー、これはさ、これ大事。する側が多分決めることじゃないじゃん。で、された人がどこが嫌だかによるじゃん。はい。どこが嫌だ。じゃあ、こう隠して聞かれた時に内容を答えれなかったら、うん、怪しいなと思いますね。やっぱりもう言えないことは浮気。逆に隠、いやでも一緒ですね。やっぱり隠したらになるんじゃないですか。基準は僕たちは多分隠したらっていう感じだと思います。これまだないの、そういう。いやもうないです。ないです。いや、中尾さん何なんですか、浮気の基準。はい。いやそれはでもさ、一緒です。なんか俺の知らない人と2人で会っててそれ隠されてたらやっぱちょっと嫌だよね。あ、それみんなそうだよ。束縛とかされるんですか。俺はあんまりしないかな。多分なんか束縛すんの嫌じゃない。なんかそうです、ね、信用してないみたいな。確かにお互いも嫌なことはしないんで、そもそもそれがないですね。今はもう熟年夫婦でもそうかもしれないです。なんかいろいろ積み重ねてきて結果お互いの最終出演が嫌なことはしないってなったんで、じゃあやっぱ浮気の境界線は嫌なことはしないってことですか。そうじゃない、聞かれたことは全部答えられるかどうかじゃない。なるほど。そうですね。じゃあ次、はい、結婚するにあたって大事なこととは、うん、あー、これも気になる。これすごい気になります。ちょこちょこ喋ってんだけど、はい、同じベッドで寝ることじゃない。どんなに喧嘩しても必ず同じベッドで寝るっていう、それがなんか例えばさ同じ部屋でも別々の部屋で寝るようになっちゃったりしたら、うん、だん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 こう仲悪くなっていきますね。行くこともあるだろうし、やっぱどんなに腹立っても一回バースの寝顔を見て寝るみたいなことじゃない。おお、素敵。いやそれはなんか大事な気がする。いや、まあ、ご飯食べるとかでもいいと思うよ。必ず朝食を食べるとか、うん、なんか一つ決めたことをやるっていうのがあるじゃん、うん、人間だし。そうですね。腹立つことも、もうやってらんねえって思うこともあるけど、まあ、それがまた必ず来るっていうのは大事。ありがとうございます。すごい素敵。さっきこうやってお尻って言ってた人には思えない。見えないな。あれカットしてくんねえな。あれ流してこれカットする。使います。これカットこれカット最後、うん、おすすめの誕生日プレゼント。かわいいね。全然思う。どんだけ探す。編集してんの。探し分けた結果おすすめの誕生日プレゼント。マジか。俺はそれわかんない。俺プレゼントとかもうさ一緒に買い物行くから。ああ好きなものを食べたいものを一緒に食べに行くし、その方がいいじゃんなって。もうそうですね、ズレがないですもんね。それも本当に欲しいもので本当に使うものを買ってもらうのが一番いいから、その買いに行く時間も楽しいじゃん、うん、が俺はいいと思ってるけど、わかんない。女の人とかそのサプライズでなんで知ってんみたいなのを求める人もいるから。確かにボソッと言ったぐらいのを買ってくれてたらめっちゃ嬉しいですね。気づいてくれてたんやみたいな。一番嬉しかったプレゼントは、これ本当に嬉しかった。あでも私は今もそうなんですけどピアスですかね。ピアスってもう一生使えるじゃないですか、うん、もうこれ もうほぼ毎日とか使ってます。ずっと使えるものが嬉しいですね。程よく好感度上げてきました。そうです。僕は今上がりました。なんかピアスねずっとね可愛いね。そんな確かに確かに、ね、僕はやっぱり手紙ですね。だいぶ狙いすぎ、狙いすぎ。いやこれ本当にもう手紙が一番嬉しい。でもねこれは大事だ。さっきの結婚の話になっちゃうけど、はい、結婚生活続けるっていうんで俺も必ずイベントごとに手紙を書くようにしてる。そうなんですね。でもやっぱり最近嬉しかったのはやっぱりヴィトンのバッグですね。え、これ程よく下がった。程よく下がったけど今日持ってたやつ。今日は使ってます。その僕が物欲がないんで、なごみが買ってくれたものをずっと使うんですよ、うん、だからいいもの買ってくれたらそれずっと使えるから普通嬉しかったですね。あとこんなに払ってくれんねやみたいな、その気持ちが嬉しかったですね。なんか高いものだったから。あでもほら稼いでますし。全然稼いでなくても、まあ、結構借金してるんですよね。はい、また下がった。そんなわけない。下がった。超綺麗に下げていってます。
はい、はい、ということでたくさん恋愛相談答えてもらって、いやよかった、ありがとうございました。どうでしたか？いやめちゃくちゃ楽しかった。本当ですか？なしさんもうないのよ、こうやって自分より10個ぐらい年下の子たちと恋愛の話するのって何学生気分みたいな、めっちゃ楽しい。毎回呼んでくれ、カメラ回すタントでもいいわ。中尾 D でいいですか？中尾 D でいいです本当にみんなとそういう話したいね。あ、じゃあ今後ともちょっとコラボとかお願いします。お願いします。お願いします。中尾明義さんのチャンネル概要欄に貼ってるので、はい、ぜひチェックしてみてください。お願いします。はい、ということで今日の動画はこれで終わりたいと思います。今日も動画見てくれてありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。じゃあ次の動画でバイバイ。あ、惜しい。いや、惜しい。